今回も固ずんシリーズを回してきました。なんか最近ディズニーの固ずん出すぎですよね。でもちろん私が好きな作品ばっかりが出てるので回してきました。それでは早速開けていきましょう。まず一つ目、今回やってきたガチャはこちら、カタズンフィギュア美女と野獣全4種です。トイストーリー、アラジン、そして私の動画3つ目美女と野獣のやつですね。今回のラインナップはこちら、ガストン、野獣、ベル、ルミエール、コンプリートするまで回してきました。それでは早速1つ目開けていきたいと思います。じゃじゃーん、まず1つ目、ベル。かわいい、すごくかわいいです。このベル、このベルの手のところとかもかわいいですね。足もこうお姫様座りしてる感じ。下をちょっと覗いてみるとしっかり作られてます。このドレスの部分だね。後ろもこんな感じ。ベルは町一番の美人なんです。で本が好きで、ちょっと町の中を歌っちゃう系女子で、ベルはやっぱそうね、本を読んで歌っちゃう系女子なわけなので、ちょっと夢見がちなんですよね。まあもちろんディズニーの作品の中だからこそこのキャラが生きてくる感じですよね。まああとはベルはとっても優しいんですよね。お父さん思いの女の子になってます。はい、1つ目ベル、こんな感じでした。2つ目開けていきます。2つ目こちら、ガストン。このガストンの表情、いかにも悪者って感じの表情してますね。後ろもこんな感じ。とってもかっこよく、そして悪人っぽく作られてます。ガストンはすごいモテモテでイケメンっていう風な設定なんですけど、やっぱちょっと乱暴なところがあって、ベルに俺の嫁になれと言うんですけれども、もちろんそんな乱暴者のガストンとはベルは一緒になりたくないんですよね。ガストンでした。3つ目開けていきます。じゃん、3つ目、ルミエール。お、ちょっとこれ触ると、あーこれ折れちゃいそう、怖い、触るのやめよう。ルミエールの体のこのろうそくの持つところですね、とってもピカピカでいい感じに再現されてます。ルミエールの相方はコグスワース、時計の使用人かなになってます。コグスワースはあんまりこう何ディズニーシーのショーとかにも出てこないんだけど、ルミエールってショーにも出るし、なんかこう結構有名なキャラクターですよね。コグスワースも結構重要な役割してるはずなんだけど、ルミエール、こんな感じでした。最後の一つ、じゃじゃーん、最後の一つ野獣でした。前回のアラジンの時と一緒で、ジーニーみたいにすっごくずっしりしてて重いです。野獣って感じ、本当に、うん。とっても優しい顔してますね、この野獣は。後ろはこんな感じ。野獣はもともとはお城の王子様だったんですけれども、この王子様は意地悪王子様だったんだけど、ベルと出会うことによって優しい王子様に心変わりしていくっていうお話になってます。以上、野獣でした。
並べてみるとこんな感じ。肩を並べてる感じがとっても可愛いなと思います。どのフィギュアのガチャやってもこの形のフィギュアって全部可愛いよね。もちろん一発でコンプリートしたわけではございません。今回はこんな感じでした。じゃじゃーん。ルミエールが2体、ガストンが2体、野獣が2体でした。ガストンと野獣とルミエールが出続けまして、肝心のベルがいないと。正直ベルと野獣が揃えばもう終わりでいいかなって思ったんですけど、ベルがいなかった、出なかった、なのでこんな結果になってしまいました。このカタズンシリーズ、ちょっとポット夫人とかコグスワースも出たら可愛いんじゃないかなって思います。まあでも野獣とベルが出ちゃってるから、まあ町娘のベルとお父さんモーリスさんととかってちょっと出してもらえると私は即ガチャします。ぜひタカラトミーさんよろしくお願いします。次は何のディズニーのカタズンガチャが出るのでしょうか。ディズニー好きの私、期待して待っていたいと思います。他にもたくさんガチャ回してますので、他の動画も見てみてください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。